4回ラパオラペーニャイザベルはドミニカ共和国のバレーボール選手。ニックネームはジョンキー、4キー。ポジションはウィングスパイカー。ドミニカ共和国代表。1993年ドミニカ共和国サントドミンゴ出身。母親に勧められてバレーボールを始める。2011年ドミニカ共和国代表に初選出される。2012年に ペルーで開催された U-23 パンアメリカンカップで母国を初代優勝へ導き、自身も MVP を受賞した。同年のワールドグランプリの小キラウンドから本格的にシニア代表として活躍している。2013年5月のモントルーバレーマスターズでは、レギュラーに抜擢され、銅メダル獲得に貢献した。同年6月のパンアメリカンカップで準優勝を果たした。 10月の U-23 世界選手権にて、エースとしてチームを牽引し、銀メダルを獲得した。同月、V プレミアリーグの東レアローズに入団した。11月のグラチャンに出場した。2014年、9から10月の世界選手権に3大大会に、初出場し、6位入賞した。2015年、ワールドカップに出場した。 同年の北中米選手権で銀メダルを獲得し、自身もベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。2015から16シーズンはポーランドリーグの KPS、シーミックポリスでプレーした。ありがとうございます。